皆さんこんにちは、こんばんは。ピアニストの長田翔一です。ピアニストの練習室へようこそということで、ちょっと新しい企画を始めてみようかなと思います。ピアニストの普段の練習風景をちょっとだけお見せできたらなと思っています。曲の譜読みから完成までの過程をちょっと動画にしていこうかなと思うんですけれども、僕は自分で譜読みが結構遅い方だなと思っているので、こんな練習が効率いいよとか、いい練習方法あるよっていう方はぜひコメント欄で教えていただけたらありがたいです。今回の曲は、ショパンの幻想即興曲ということで、この曲を譜読みをしていきたいと思います。まず新しい曲を始める時の第一歩目、初見でちょっとさーって最後まで弾いてみるを今日は丸一としてやってみたいと思います。幻想即興曲は多分小学校の時に最初の部分だけは弾いたことがある、なんか遊びでですけどね、ちゃんと練習したことはないので、まあ、今になってやっと初めて、意外かもしれないですけど、今になって初めてちゃんと練習をしてみようという感じです。今回、幻想即興曲丸一ということですが、まあ、完成までの過程をやっていこうと思うんですけど、まあ完成動画を上げるかはまだ分かりませんが、完成までの過程を皆様にお見せできたらなと思います。それでは練習スタートということで、まずは初見で最初からさーって最後の方まで弾いていくんですけど、まあもちろんこんな難しい曲初めて僕は初見では全然弾けないので、止まりつつちょっとずつ止まりつつ練習しつつみたいな感じで、とりあえず最後までどんな風に曲ができてるのか、どんな場所があるのか、フレーズがあるのかを見ていきたいと思います。でその中でなんで一回さーって最後までやってみるかというと、特に難しい場所を見つけ出すみたいなことですね。特に難しいっていうと、まあ、パッと初見で弾いてみて両手で弾けなそうなところを探して、で後々そこから部分練習をしていくと効率がいいのかなと思っています。とりあえずざーっと最後まで弾いてみて難しいポイントを見つけようかなと思います。かなりお聞き苦しいと思うので、ここからは耳の癒しにはなりませんが、ぜひお付き合いいただければと思います。じゃあ喋りながら止まりながらゆっくり最初から後ろの方までどんな風な曲になってるのか見ていこうかなと思います。まあ、有名な曲なので聞いたことはありますけどね、実際に弾いてみると全然、あ、こんな風になってるんだっていうところもかなりあると思います。じゃあすごくゆっくりいきましょう。ここは大丈夫だね。
ラソミドファミドラレドミドラソミドファミドラレドソラソミドファミドラレド3つずつ一緒だからね。いいとこ来たね。
弾いてるのと弾いてみると、あ、こんな風になってるんだってなりますね。ここははい、こんな感じでしたね。いや、結構難しいポイントっていうのは決まってる。何箇所かで3箇所ぐらい。結構この曲は同じことを何回も繰り返すので、難しいポイントっていうのが決まったら、そこが何回も同じことが出てくるので、そこをさらえば大丈夫かなって感じですで、こうやってザーって通した中で今みたいに難しい場所を見つけたら、そこから、左手練習してみたり、右手練習してみたり、部分練習をするようにしています。大変お聞き苦しいものをお送りしてしまいましたが、ここから徐々に完成していく様子を、ご覧いただければなと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいて、引き続きこの幻想即興曲の練習風景ご覧いただければなと思います。それでは ② に続く。